国際工業国際工業バス国際工業バス赤羽営業所赤羽営業所所属車両国際工業バス赤羽営業所は東京都北区西川岡3の16の30に位置する国際工業バスの営業所の一つである国際工業バス都内4営業所の中で最も所有台数が多い赤羽駅発着路線の大半を担当しており営業区域別に分けると 北区と足立区、板橋区を中心に、豊島区、練馬区、中野区、杉並区と埼玉県川口市、戸田市の七区西にまたがっている。営業所の近くには、国立西川岡サッカー場がある。東京都北区に位置する赤羽駅は、赤羽駅発着路線の内を57と赤31で相互乗り入れを行っている、関東バスを除く全便が、 国際工業によって運行されており、都内における国際工業最大のターミナルと位置づけられる。路線網は、戦前より、鳩ヶ谷自動車が、鳩ヶ谷方面、川口乗り合いが、川口方面、板橋乗り合いが、志村赤羽下を運行するなど早くから、路線バス交通が発達していたが、これらは全て国際工業の前身事業者である。 赤羽営業所は開設以来長年にわたって赤羽駅周辺を走る路線を細々と担当してきたがその遠隔は非常に複雑で1950年の国際工業乗り合い自動車部発足時には赤羽駅にほど近い東京都北区と付け町に営業所が置かれているがこれは川口営業所としての開設だったその後1958年に 川口営業所が埼玉県川口市内に開設されたことで、旧川口営業所は、志村営業所赤羽出張所に解消された。しかし、その出張所もわずか1年後に赤羽5丁目へ移転し、同年暮れに移転先で国際工業バス、赤羽営業所として発足した。この間、戦前の鳩ヶ谷自動車路線の流れを組む赤羽、王子線が、 1950年に経路変更によって運行を開始し、1952年には赤羽池袋線が開通、さらに昭和30年代にかけて時和台、下、赤塚など東武東上本線、沿線へ向けての路線が整備されている。現在の営業所所在地に車庫が開設されたのは1962年だが、これは、 当時の菅母営業所が清水町分社庫としての開設したもので、同年8月に都内の営業所組織の再編によって、菅母営業所が廃止されたことで、赤羽営業所は赤羽5丁目より同地に移転、同時に菅母から赤羽、王子周辺の一部路線の移管を受けた。社庫の表記は赤羽社庫のみとする。赤羽駅から荒川大橋を越えて、 埼玉県川口市内を走行し、両家地区から東京都足立区へ戻って西新井を目指す。西新井と赤羽を結ぶ路線としては、関7経由より距離が長く所要時間がかかるため、両駅を乗り通す乗客は赤27を利用し、こちらは両家、鹿浜地区から両駅まで乗車する場合が圧倒的に多い。2002年1月15日までは、 西新井駅手前の西新井警察署で折り返す赤24が中心だったが、現在は統合されて赤23のみとなっている。開通は昭和40年前後のことで、当初は大半が赤羽駅西新井公団の折り返し運行だった。この便は赤24の前身だが、西新井駅乗り入れの本数が一部に止まっていたのは、西新井駅前ロータリーの整備が不十分だったためで、 ある。西新井は、東武バスの事業区域で、国際工業が乗り入れを開始する一方で、東武も、同じ時期に、西新井駅川口駅線を開通して、両社のバランスを取り、両家、鹿浜、谷在家地区は、両社の競合エリアとなった。東武は、その後鹿浜伊西から撤退するも、現在でも鹿浜西新井間では西07が、並行し、競合関係が続いている。 かつては、両社の停留所名や位置が不揃いだったが、2004年4月1日の改正で整理された。2006年6月18日より、赤羽方向への始発繰り上げ目的として、谷在家始発便が新設されたほか、2010年3月16日の改正では赤23から2を、赤23から3に置き換え、赤23から3は両方向の運転となった。 2008年3月30日の日暮里、トネリライナー開業に伴い、西新井大師西駅経由へ変更したが、前期の東部、西霊7は、従来通り利谷在家公園経由を維持している。荒川大橋鹿浜五丁目間は、埼玉県運賃区間であるため、都内定期券、1日乗車券、東京都シルバーパスが、適用範囲以外となる。前線運賃は、 都内運賃の220円が適用され、現金、または IC カードにてこの区間のみの利用の場合には、乗務員に校社停留所名を申告した上で、該当運賃を先払いする方式となっている。また、東京都内区間のみ利用する場合やこの区間で乗降しない場合や、この区間の各停留所を利用する場合でも、東京都内の停留所で乗降する場合には、 追加運賃不要で前期の都内専用乗車券は有効である。70年代前半頃までこの路線は赤羽駅東口を出た後すぐに荒川大橋を経由せず一旦南下市稲付2丁目付近で左折、上谷中学校の裏を通り、赤羽警察署付近で再度左折、北本通りを経由し、荒川大橋方面へ向かっていた。 2008年3月30日に新設された。ハートアイランド周辺は、アイランド北を起点とする半時計回りの循環線となっているが、今回の開通に際して、新田2丁目の赤羽駅方向停留所が新設され、他は既存路線の停留所を利用する。ハートアイランド方向は、交差点右折の関係上、経路上に存在する、神奈良神殿には停車しない。 ハートアイランドから最強線利用による山手線西側地区への利便性の高さをアピールしており既存のトエーバスとの差別化を図っている2008年10月16日には本線が朝ラッシュ時や夜間に増発するなど競合状態となっている赤羽駅から神奈ナ経由で西新井駅へ向かう路線荒川大橋経由の赤23より早く西新井 赤羽両駅へ到着できることから、前線乗り通す乗客などで終日にわたって混雑しているため、赤羽駅椿2丁目までは赤26と8から10分間隔で交互で運行されている。かつては西新井警察署までの運行だったが、2002年1月16日の改正で西新井駅発着へ延伸されると同時に、赤羽駅西新井駅、 西新井駅赤羽車庫において深夜バスの運行が開始された。2004年7月16日の改正で深夜バスが増発されると同時に車庫行きの大半を赤羽駅行きへ変更している。2013年3月16日のダイヤ改正で土曜1便のみ赤27から3が新設された。その後2020年10月1日のダイヤ改正で 土曜日の運行だった赤27から3が日曜、祝日に変更された。速達性と利便性の高い路線である赤27。だが、年始は西新井大師の初詣に向かう人で非常に混雑する。そのため、正月3が日,日では通常の便に加え臨時便が多数設定されており、日中は通常の倍近い本数になる。寒7。 野方駅付近を赤羽へ向けて走る赤31、赤羽駅からひたすらカンを南下して、公園寺へ向かう。北、板橋、練馬、中野、杉並の東京西北部国を縦断するため、国際工業では、都内最長距離、かつ、中野駅と並んで国際工業館内最南端まで、向かう。両社の運行は合わせて、平日日中は20分間隔。 朝夕は10分間隔程度の本数が確保されている。公園寺駅北口発車後、野方地区までは関東バスの高60と並行するが赤31.31 31からには両車ともに大場通り、八幡前、野方消防署は通過する。東十条四丁目公園寺中学校で大78と並行し、共通定期券の取り扱いも存在する。 赤31からには、公園寺駅発の平日最終便のみ運行される入庫便で、バーが走りっの速度を左折し、西川岡3丁目を経て車庫へ向かう。この便は、国際工業が単独で運行するほか、車庫始発は2013年8月現在、設定されていない。赤95は、赤羽駅東口発着の出庫便で、現在は、 赤羽駅高架下,下で東西の車両往来が容易になったことにより赤95による出庫の大半を所要時間の短い赤80から1に振り替え赤31の保管として運行される程度となった入庫便に関しては近年は減少傾向にあったが2020年10月1日のダイヤ改正において赤羽駅東口発の便が消滅し 赤羽車庫発の片方運行のみとなった。なお、赤羽駅東口発の便は、西新井大志発モーデに伴う赤27の混雑対策として、正月3日に運行されている臨時便の返却運用としても使用されていた。かつて赤50専属だったり、太付け車両帰宅役所や、帝京大学病院への連絡線の役割も担い、全便がスロープいた。 リフト付き車両で運行される。鳩ヶ谷自動車の流れを組む古い路線だが、戦前の両駅間を結ぶ運行は、岩月街道経由で行われており、加えて、赤羽駅同巡回入り口から稲付け、西町、王子駅西町終点という二つの支線が存在した。戦後の運行は1950年6月に、王子駅、赤羽駅循環として始まり、 同年11月に循環運行を解消。これにより、支線側のルートを残す形で、両駅間の往復線となった。戦後もしばらくは、交番前から赤羽駅において弁天通りではなく一本南側の通りを経由し、鳩ヶ谷自動車時代の面影を残していたが、1960年代に赤羽駅周辺が弁天通り、 赤羽大経由のループ線となり大きく様変わりした。2016年3月16日のダイヤ改正で赤羽車庫付近の経路変更により赤50は往復とも国立西側岡競技場経由へ変更され、出入庫の O23 も始発が赤羽商業高校へ変更の上、O23 から2へ番号が変更された。2019年6月18日から即達化のため、 赤羽駅西口赤羽駅西口坂下乗り場赤羽台坂下を経由せず赤羽台トンネルを通り放前時故版にショートカットする経路に変更されるほか停留所名の変更も同日行われ赤羽商業高校停留場翌二千二十年の赤羽商業高校並行を受けて近隣にあるナショナルトレーニングセンターの通称ハイパフォーマンススポーツセンターから HPSC 陸上門停留所に、国立西側岡競技場停留所を HPSC の南側にあることから、HPSC 南にそれぞれ名称変更された。赤羽駅から都営三田線、東武東上線方面を及び、都営三田線、東武東上線方面から、サンシャインシティ、池袋駅へ、などと、最強線から離れたエリアを効率よく結んでおり、沿線に、 豊島病院などの医療施設を抱えることから利用者が多い。赤羽川では赤羽駅日大病院線が折り返し便となっている。赤57は2002年4月16日の開設当初池袋と共同運行であったが2003年11月16日より池袋単独となった。2007年6月16日のダイヤ改正から 赤羽担当便も朝のみではあるが復活している。この際、区間便に当たる赤57から2を新設、赤羽駅から大和町までの集車が繰り下げられた。開業は1952年7月30日と、あるが、戦前にも川越街道側から板橋八丁目まで、池袋乗り合いによって開通した路線が存在しており、これが形を変えて復活したと捉えることもできる。 同日には、王子駅池袋駅にも路線が開通し、池袋と板橋区、北区の連絡が強化されている。2019年6月18日からは、赤50と同じく赤羽台トンネルを通り、宝前寺交番にショートカットする経路に変更された。1985年10月1日に赤52が開通し、霧ヶ丘循環線と同じ乗り場から発車するにも、かかわらず、 志村一丁目までは赤53の利用客が、本ハース沼駅では、池袋線の利用客が混雑を避けるために多く、乗車している。2013年3月16日の改正で、赤52が廃止され、出入頃線としていた赤52から2が増発された、ため、赤羽駅方向のみの運行となった。混雑する赤十三に投入される、標準弱ワンステップ車赤羽駅から、 南西のあずさは、前の町を横断し、東部東上線時和大駅へ至る路線。沿線にある宿徳学園や突版印刷への通勤、通学客が多く利用し、また、高低差が激しい地区を走行していることもあって、路線バス利用者が大幅に増え、終日にわたって混雑している赤羽営業所の最終力路線。このため、朝は3から5分間隔。 日中でも6から8分間隔程度の高頻度運行が保たれている。1957年9月20日に開通した赤羽根2丁目時和台駅池袋駅線が期限で、その後、時和台駅折り返し便が開通して赤羽駅発着に変更された後、時和台駅の踏切による渋滞を避けるために1974年頃に、 池袋直通便が廃止されて、折り返し便が残ったものが現在に至る。当初は、巣鴨が担当し、その後練馬を経て、赤羽が担当するようになったのは1970年代以降である。なお廃止された池袋直通便にも、系統番号が割り振られており、約52の番号を使用していた。赤羽駅の北西に位置する霧ヶ丘団地への足となる路線で、 赤53と並んで赤羽営業所の最終力路線である。1960年代に開通したが周辺道路が未整備であったため赤羽駅を出発後赤羽台坂下、したあずさ住宅を経由した後霧が丘団地内を城北高校体育館と循環し袋は北道を戻ってから西が丘経由で赤羽駅に至るという非効率的な変形8の 地型の循環線だった。その後、1970年代に赤羽台三丁目、保健所の道路が開通し、ここを短絡して団地へ向かうことが可能となったため、赤羽駅霧ヶ丘団地赤羽駅という循環線に一新された。この際、団地内において従来の停留所を維持するために、城北高校経由便と体育館経由便の2経路が設定され、 前者を外回り循環、後者を内回り循環と呼称した。平成に入り、国立王子病院経由の便が新設された。1990年代半ばに赤羽大トンネルが開通し、赤羽駅、西口周辺の整備が完了したことから、再び大幅な経路変更が実施された。この際、全便が往復ともトンネル経由に変更され、 赤羽駅方向において、西川岡を経由する必要がなくなり、運転時間の短縮につながった。同時に、国立王子病院経由が廃止され、大体として、往復とも保健所経由で、路線長の短い、城北高校、体育館、循環が朝のみ運行されるようになり、赤54から2の系統番号を引き継いだ。2004年の改正では、赤54から1において、 逆回りの便が運行されるようになり、赤54から2の運行が日中にも拡大されるなど、ダイヤ面での効率化が図られている。現在では、霧が丘団地に昔から住む高齢者のほか、赤羽北3丁目に建設された、東京メガシティの住民、赤羽西6丁目に隣接する工学、製薬企業への通勤客など、老若男女で終日にわたって混雑する路線となっている。 赤54から1系統の内赤羽里先回りは、本数の多い赤53系統や志村営業所の赤56系統の続行で走る場合が多く、ほとんど混雑しない。これは、運行経路がほとんど重複していることで利用者が定着せず、輸送過剰の状態に陥っているためである。土日祝日に至っては、乗客が一人もいない便もある。 輸送効率の悪さに加え、乗務員不足も深刻になってきていることから、二千二十一年七月一日のダイヤ改正より赤羽里崎周りの運行が平日朝のみに変更、土曜日宿はすべて取り留めとなった。また、霧ヶ丘高校先回りについても赤五十三や赤五十六などと路線重複の状態であるため、昼間を中心に霧ヶ丘高校、 体育館循環に振り返られた。今回のダイヤ改正で、昼間の時間帯は、赤羽号赤羽都営住宅法前事故版、赤羽駅西口の区間を、赤羽営業所のバスが一切走らなくなった。赤羽駅東口、西口両方からの出入庫系統だが、大半は赤80での出庫、赤80から2での入庫で運行される。 赤80.80 80から2は出入庫にしては多数、運行されることから国立西側岡サッカー場への、多客輸送、赤50などの平行路線の混雑緩和を担う。出庫は、朝の赤羽駅発車時刻を遅らせないために、赤80から2として運行され、それ以外はすべて赤80で運行される。入庫は、トンネル開通によって、赤八十から二に振り替えられ、 現在は、西口発のすべての入庫が赤80から2で行われる。2019年6月18日より、国立西側岡競技場から HPSC 南に変更された。赤羽駅を出発する赤58。当初は小型車専属だったが、現在は中型車による運行となっている。旧国立王子病院跡地に開院した。 東京北社会保健病院と赤羽駅を結ぶ。四段坂の勾配が急なため、通院、周辺地域への交通確保を兼ねて2004年の会員直前に新設された。当初は専属の小型車による運行だったが、現在は中型車による運行へ変わり、終日にわたって一台で往復運用されるため、一部時間帯を除いて20分間隔で設定されている。 旧、国立王子病院の停留所は、病院敷地を挟んで、南側の坂下に位置し、当時は、霧ヶ丘巡環の一部便が立ち寄るのみだったが、現在は赤01、赤02が、終日経由している。長らく21時代までの運行だった赤58、系統は、2021年7月1日の、ダイヤ改正以降、最終バスを3時間以上繰り上げての運行となっている。 赤72は赤羽館内で唯一後乗り後払いである。深夜バスではあるが一般系統が埼玉県に向かうのは最強線開通による廃止以来である。O22 については池袋営業所を赤56については志村営業所のページをそれぞれ参照のこと。全車両が椅子図制で統一されているが赤羽駅社会保険病院線の事項にも 記述している通り、日野製の車両が在籍していた時期もあった。混雑する系統を多く抱える同所では、自前の6000台取立席部分に優れる、よその6600.6800台の交換を何度も行っている。ただ、6600.6800台、単弱ワンステップバスでもまだ収容力不足することから、2007年を皮切りに標準弱の エルガワンステップ車8100.8200台が大量に導入された。このバスは中扉向かい側の座席を配置しないなど収容力を徹底的に重視しているのが特徴である。そのため、本来23区内で高齢化率第2位の帰宅に多くの路線を持つ営業所にもかかわらず、ノンステップバスは昇水しか導入できず、しかも国際工業で初となる。 ノンステップバスを除籍した営業所でもある。さらに、故障など一切ないにもかかわらず、申請配置から10年も経たないうちに除籍という異例中の異例だった。2010年には初めてのラッシュ対応型ノンステップバスが申請配置され、2011年にはラッシュ対応型の上、首都圏の他事業者のように車内のスタンションポールが増設されたノンステップバスが 申請配置された。国際工業バス最新の路線の新設、運転時刻の変更のご案内2008年3月24日付より、平成20年度帰宅施策評価による。他に、東部バスの中型車で同様の例がある。ありがとうございます。